古生族は古生木古生化に分類される族の一つである。千から二千種ほどが知られる大きな族であり、最もよく知られた種は古生であるが、その他にも批発、批発もどき、金馬など香辛料に利用される種を含む。日本には封筒カズラなど二種が自生している。古生族の植物は多くは鶴性の肝と一部は直立性の草本である。葉は五星し 主脈の他に数行の葉脈が平行するようにはっきり見える。葉と体になって出る花形の先端に水上の花序がつく。花は小さく、花碑をかき、良性、または単性。果実は液化、種子を1個含む。世界中の熱帯域に分布し、1000から2000種ほどが知られる。最もよく知られ、利用されている種は古生であるが、 他にもいくつか利用されているものがある。代表的なものをいくつか挙げる。日本には封筒ズラと小笠原諸島のみに算する太陽封筒ズラの2種が自生する。前者は南日本に普通である。批発もどきは東南アジア原産であるが沖縄では香辛料として栽培され、一部では自生している。ありがとうございます。